僕らもね、たった一回の人生をね、精神科医としてね、精神科の患者さんに捧げるって決めたわけで、誠実というかね、ちゃんとやりたいっていうの思いがありますね。はい、おはようございます。笹谷メンタルクリニックの院長増田祐介です。本日は精神科医は裸の王様かというテーマでお話ししようと思います。まあ、精神科医に限らないんですけどね、まあ、心理師さんもそうだしカウンセラーもそうだと思います。っていうか別にそもそもね、会社のリーダーだってどんな人だってね、裸の王様になりうるんですけれど、まあ特にですね、精神科医っていうのは裸の王様になりやすいので、そのことをですね、ちょっとお話ししようかなと思います。で、僕ですね、増田自身もやっぱりですね、裸の王様になりやすいし、危険だなと常に思ってますね。で、そう思います。はい。僕もいつも気にしてますね。ちゃんとやってんのかなとか、変なことやってないだろうかとか、人の意見を無視してるんじゃないかとか、僕もね、結構ね、わがままというか、ね、とどつ申しみたいなところがありますから、本当にね、いつも、考えるようにしてます。で、じゃあ、どうして精神科医は裸の王様なのかということをちょっとお話ししようかなと思うんですけれど、まずですね、治療の成績が客観的に分かりにくいんですね。だから、自分がやってる仕事の成果が分かるとか、成績が分かればですね、あ、これは良くないんだなって言って自分で修正していけるんで、していけるし、他人からもですね、指摘 してもらいやすいんですよ。あなたこういうの良くないんじゃないって指摘してもらいやすいんだけれども、実際ね、なかなかこう、指摘しにくいんですね。それはなぜかというと、成績がよく分からんというのがあります。で、まず患者さんごとにですね、全然その治療って違うんですよ。治療も違うし、治療の予後とかも結構違いますね。同じうつ病であっても、その社会的な背景ですね、独身であることとかですね、家族がいるとかですね、男性であるのか女性であるのか、自分でね、料理を作るのがもともとできるとか、なのか、それともですね、毎日夜はですね、居酒屋行ってお酒飲みながらご飯を食べる人なのかとか、それによって結構ですね、治り方で違うんですね。で、あとは資質ですね、本人のこうメタで考えていくメタ認知の能力とかですね、もともと持ってる能力、体力の問題、あと非認知能力と呼ばれるですね、非認知能力と呼ばれるですね、まあ我慢強さとかですね、優しさとか楽観性とか、まあいろんな要素が関わってくるので、結構ね、同じような治療をしててもその差は結構出ます。だから、いい治療だったのかどうなのかっていうのは実際よくわからないってことは結構ありますね。で、次に治療の結果が出てくるまで時間かかるんですよ。だから、まあね、オペとかだったら分かりやすいですよね。もう翌日にはもう結果出ますよね。うまいか下手で、まあ下手な人ってそんなにいないんですけど、でも結構出ます。で、ただ精神科の場合は治療の結果が出るまでもう半年、1年後とか、結構差が分かってくるとか、しっかり出てくるまで時間かかったりするので、分かりにくいのかなと思いますね。で、実際じゃあ、精神科の治療ってエビデンスはないんですかっていうと、まあ、なくはないですよ。なくはないというか、ちゃんとあるんですね。薬物治療のエビデンスとか、精神療法のエビデンスっていうのもあるし、それに基づいてやろうとするんだけども、なかなかね、研究とかをやられてたことがある人にはわかると思うんですけれども、やっぱサンプルデータの取り方とか、やっぱ、こういう個人差がすごく出たりとか、時間かかるものは取りにくかったりするので、やっぱりなかなかその、本当の今目の前にある臨床への応用っていうのは、エビデンスを反映させているかっていうと、ちょっと、括弧、ハテナがついちゃうっていうのは仕方ないんですよね。もちろんね、その中でもより高いエビデンスのあることをやろうということはあるんだけれども、どうしてもなんか臨床実感とのちょっとした乖離はあるのかなと思います。で、その結果ですね、権威主義になりやすいんですね。だから自分の思い込みでやっちゃいけない。かといって科学的なデータも出にくいってなると、じゃあ上の先輩とか名医とされている先生の言ってる通りやった方がいいんじゃないかってことになるわけです。まあ、そうっちゃそうなんだよね。まあ、確かに自分の思い込みでやるよりは先輩とか周りの人がやってる通りやった方がいいってこともあるんだけれども、それってついですね、権威主義になりがちなんですね。だから本当にそれが正しいのか正しくないのかわからないんだけどやってるってことになりがちなんです。それは宗教的な要素とか、占いとかですね、文化の要素とかと似ていて、そうね、なんでかよくわかんないけど、朝太陽に祈ってから、
ね、手を水で清めてからご飯を食べた方が、その、なんていうのかな、食中毒になりにくいってなった時に、その、どれが、その、その、食中毒にならない要素が分かんなくなっちゃうわけですね。でもみんながこう祈ってる。だから祈りっていう、この行為の方が権威的に脚色されちゃって、手洗いの時間がないがしろになっちゃうとか、まあそういうことはありますね。だから精神医学もそういうふうになりうるので、ここは結構気にしなきゃいけないんだけれども、権威主義になりがちです。で、患者さん自身もですね、弱っている時には、何を信じたらいいか分からなくなるので、結局権威主義になりがちです、なりがちですね。だから、宣伝がうまいものとか、権威があるものとかにすがりがちで、本当の自分で考えて、これが自分の治療に必要なんだとか、家族がね、患者さんのためを思って、本人はこういう性格だ、こういう治療が合ってるんじゃないかっていうふうに、考えていくことがなかなか難しくなっちゃうっていうのは、やっぱあるなと思います。はい。だから、まあ、なぜ裸の王様かというと、治療成績で、評価をしにくいからですね。で、次にですね、口コミの問題っていうのがあります。だから、ね、だから、例えばですね、僕ラーメン好きだからラーメンで言いますけど、ラーメン、いいラーメンはどうやったらわかるのかっていうと、いっぱい売れたラーメンがいいラーメンとは言い難いですよね。うん。で、これは、いっぱい売れたラーメンというのは治療成績に関わるわけで、じゃあいいラーメンって何かっていうと評判がいいラーメンですね。だから食べログランキングがいいとか、なんだ、その有名なね、食通の人たちがいいと思ったものがいいのか、まあ口コミですよね、によってその、評価できるっていう考え方もあります。ただですね、精神科の口コミっていうのはなかなかですね、信用しない方がいいことって結構ありますね。別に僕もって口コミ1位多いですけど、それは自己弁護の問題ではなくて、単純にその、いい先生とか、いい病院でも口コミはすごく悪くなることが多いですね。で、あと誹謗中傷の問題っていうのはすごくあって、精神科の中で誹謗中傷とどう扱うのかっていうのは結構その難しい問題だなと僕は思います。で、僕はもう慣れましたけど、開業した当初は口コミ1つけられてすごくショックだったし、まあ反省もしましたけど、でも嫌だったし、まあ YouTube もね、そう同じような感じで、すごく傷つきますね。で、おそらく精神科医がこの誹謗中傷に全ての精神科医が耐えれるとは僕は思いませんね。もちろんね、10年、20年経ってデジタルネイティブみたいな形の子たちが精神科医になった時にはまた変わるとは思いますけど、でも今やっている精神科の先生、だから自分が若い時にはそういう SNS とかインターネットとかに慣れ親しんでなかった、先生、たちはですね、まあ、これは誹謗中傷に耐えれる人はそんなに多くいないだろうなと僕は思います。はい。これは結構傷つきますね。で、なので、まあ、こういうものの問題もあるというところもあるし、あとですね、まあ、批判のコメントもあった方がいいだろうっていうのはあるんですよ。それは、いいコメントだけ残すと、なんかね、裸の王様になっちゃうんじゃないかっていう意見もあると思うんですよね。だからまあね、ちゃんとダメなものはダメと言った方がいいだろうっていうこともあるんだけど、一方でね、僕もこの YouTube やったりとか、口コミのこととかいろいろ勉強したりとか、実際その患者さんが口コミとか誹謗中傷で鬱になってる人とかがいて、そういう人たちとのやり取りとか、そういうことで勉強して分かったことですけど、まあ、コントロールしないと荒れちゃうんですよね。だから、YouTuber の会って言ってね、精神科とか心理師さんが集まって、YouTube をやってる人たちが集まって、こう、スラックとかで議論してる会があるんですけど、僕とか松崎先生とかでやってるんですけど、そこでもね、また炎上とかの話は、いろいろね、みんなで話したことあるんですけど、とにかくこれコントロールしないと荒れるんですね。だから、ちょっと悪口とかを残してると、それに対してこう、集まってきちゃって、どんどん炎上しちゃうってこともあるので、これはすごくコントロールしないといけない。だから、反対意見はあって叱るべきだし、批判とかあって叱るべきだと思うんですよ。僕が自身がすごい正しいと思う。正しいようにしてますよ。僕は自分が目が見える範囲では全部正しくしようとしてるし、その精神医学に対して絶対間違っちゃいけないし、そのガイドラインとかを遵守しなきゃいけない。で、僕は、この動画を撮るときには特に気にしてるのは、特定の流派によらないようにしてようとしてるんですよ。精神分析とか認知行動療法、モニター療法とかいろいろありますけど、どれかを好んでやる言い方はするのやめようと思っていて、できるだけこう、現場の臨床
感覚とか日本全国のスタンダードな精神科がやってることを、まあ、全体的に言えるような動画を撮りたいと思ってるんですね。だけどやっぱ批判とか間違ってることはあると思うし、その間違いを許さないってわけじゃないけど、それを残しちゃうと今度は本当にぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。だから結果的になんかすごくね、こうコメント欄とかも僕をね称えるようなコメントが多くなりすぎちゃって、なんか裸の王様感みたいなのがあって不安に思う人も多いんじゃないかなと思うんですけど、でもまあそういう問題があります。はい、ということですね。あとですね、口コミの問題で言うと結構内部犯って多いですね。精神科の場合は実際の患者さん以外にもスタッフの人とかが医療系って結構多かったりするしますね。だからいや医療業界ってね、まあ多くは語らなくてもいいですね。でもそういうのもあります。あとじゃあSNS とか情報発信してる先生は信用できるのかっていう問題もありますよね。だから発信することで裸の王様を防げるんじゃないかとか、そういう先生は信用できるのかっていうふうに思うかもしれないですね。だから例えば増田先生は信用できますよね。なぜなら情報発信してくれてるからと。まあ確かにね、その発信しないよりはした方がいいと思いますし、僕も患者さんのためにやってるし、そしてアウトプットをするってことは自分の勉強にもなるので、意味があると思ってやってますよ。だけどやっぱりね、 SNS とかのものって質より量の問題なんですね。だから量をいっぱい出せば出すほどそれがこう高まっちゃうので、本当にそのいいのかっていうのはよく思います。で、玉石混合ですよね。だから、ものによってはですね、僕もそうならないように気をつけようと思ってますけど、正しいことも言ってるけど、ちょこちょこ間違ってることとか、ちょこちょこタブーを犯してることを発信してる人たちもいるんですね。だから、なんかね、否定しにくいというか、全部ね、間違ったことだけ言ってくれてたら、ね、批判しやすいんだけれども、ちょこちょこあるだけだと本当にね、こう困っちゃうっていうのがありますね。でも量が多いから紛れちゃうというか、そういうのは結構あるなと思います。だから僕もねよく思いますけど、本当にこう YouTube を始める前ですね、2年前とかは別にね悪いわけじゃなくて、当事者の方が YouTube をやられてることが多くて、で僕のは臨床場面でこの当事者のこの人がこういうことを言ってたんだけど本当にそうですかとか、こういう薬の使い方合ってるんですかっていうことを、まあ、外来の場面で訂正するとかところから治療って始まってたんですね。で、その訂正するところから治療が始まると本当に大変で、それでまあなんかどうしたらいいんだろうと思って自分で始めたっていうところがあるんですけど、でもその今度はね、僕がね他のドクターの迷惑になってんじゃないかなっていうのはなんかねよく毎日思います。プレッシャーですでもできるだけないように頑張ってるという感じですね。はい。で、じゃあ、裸の王様について語りましたけど、じゃあ、タブーって何なんだろう？逆に、真っ黒な王様、真っ黒なやつって誰？精神科医でダメなものって何だろうっていうことを、挙げると、4つ挙げれますね。1つは、高額商品を売りつける人ですね。サプリとか、なんか特殊なツボとか、そういう高額商品を売る、っていうのは、良くないですね。あとは最近あるのはアフィリエイトですね。これ危険だと思うので気をつけてください。こう人材紹介とかをですね斡旋するような広告を入れるとかですね、そういう内容にするということです。で、これはですね結構皆さん知らないと思いますけど、人材紹介とかを使うとですね、会社はですねその人の紹介してもらった就職してもらった人の年収の3分の1ぐらいを会社に払ったりするんですね。なので結構人材紹介って儲かるんですよ。で、そして 1年以内で違約金とかね、2年以内で違約金とかあるんですよ。その期間を過ぎてからもう一回ね転職するとまたお金が入るので、で一回転職した人の中で転職依存みたいになっちゃう人っているんですね。だから転職しそうな人にこうどんどん広告出して転職してもらって、でまた2年ぐらい経ったら1、2年経ったら転職の広告出してやってもらうというのがあるんですけど、それのね YouTube 版っていうのがね、 YouTube 版か何か分かんないですけど、そういうのも出てきてるという噂があってですね、ちょっと危険ですね。で、僕もいろいろ臨床の中でそういうね時
時々いますけど、本当にそういうのに引っかかっちゃってる人とか時々いますから、まあこういうのは気をつけてください。だから商品を売ってなくてもアフィリエイトっていう形でそういうね、誘導してくるっていう人もいますよということかな。で、まあ高いものって何かっていうとサプリだったり栄養療法ですね。何か特殊な食材。TMS も、基本的にはね、適用の範囲低いですから、うつ病の一部だけですからね。でも何でもかんないよ、TMS やった方がいいんじゃないのとか、それから過度に値段が高いとかですね、は良くないですね。あと、脳波ですね。脳波で、診断がつくっていうのも、まああんまり良くないですよ。つかないですからね。あと、心理検査で、じゃあ、診断がつくかっていうと、それもちょっと違うんですよ。まあ診断っていうのは、心理検査とかじゃなくて普通に問診だけでいけるもんですね。ただし心理検査があった方が補助的にはいいんだけど、心理検査がないから嘘ってわけでもないし、心理検査をやれば、いいってわけじゃない。ここは結構お金が絡むので、あります。あとは高いカウンセリングとかセミナーとかですね。やっぱり TMS もカウンセリングもそうですけれど、僕好きですよ。TMS も別にそんな嫌いではないし、カウンセリングとかだって僕ね、勉強するの好きですし、効果があると思ってますけど、ただですね、すっごくあるわけじゃないんですね、やっぱり。効果が限定的だったりするっていうのもあるので、やっぱ患者さんを見てカウンセリングが適用なのか適用じゃないのか、カウンセリングよりも今やるべきことはあるんじゃないかとか、それがね本当のお金、その人のねお金の無駄にならないのかとかいうのは結構重要ですね。あとセミナーが、もう同じかなと思います。あとはタブーとしては恋愛の強要ですね、性的な関係になっちゃうとかですね。あと医者が勉強しないですね、不勉強な医者っていうのもまあタブーというかダメな例ですね。あとはおせっかいな人ですね。だから勉強はしてるんだけどおせっかい、変な勉強してる人ですね。スピリチュアルなことをやったりとかですね、まあスピリチュアルがダメってわけじゃないんですけど、なんかまあ医学的に正しくないことを、まあ勉強、そちらの方を熱心にやってるパターンっていうのもまああるかなと思いますね。で、しかもね、こう悪意がなかったりするんですよね。ここら辺の問題って自分が悪いなと思いながらやってるのかっていうと、案外そうじゃないことも結構多いんですよ。案外っていうか、多分自分が悪いと思わずにやってる人の方が多いと思いますね。だから普通に診療やった方が多分儲かるんですよ、医療で。多分おそらくこういう特殊なことをしない方がいいわけですね。だから僕もそうですよ。 YouTube やらないより、やんない方が、普通にやった方が労働時間に対するね収益って絶対高いんだけれど、でもまあねやってますけど、でもそういうことですね。だからいいと思ってやったりもするから結構厄介だったりしますね。ということです。でも気をつけなきゃいけないよと、皆さんにはちょっと知っておいてほしいなと思ってお話ししました。はい、ということですね。で、あとですね、まあ、調子が悪い時には大きな決断をしないというのは重要なんですけれども、僕の YouTube の合間にもですね、広告が出てくるみたいですね。占いとか転職の広告が出てくると思うんですよ。で、僕がその広告を選んでるわけじゃなくて、YouTube 側が広告を選んでいて、なんですけど、まあ、こういうのは気をつけてください。そういう意味でも、ちょっと今回動画を撮りました。はい。ということかな。ということで、まあ、精神科医は信用ならないというか、信用ならないっていうふうに思う人多いと思いますね。それは、よくわかります。それは構造的な問題だったりもして、できるだけ誠実でありたいと思うし、やっぱり僕らもね、たった一回の人生をね、精神科医としてね、精神科の患者さんに捧げるって決めてるわけで、この1回の人生を、たった1回の人生それにね、しようとしてるわけだから、やっぱりこうね、誠実というかね、ちゃんとやりたいっていうの思いがありますね。ただちゃんとしたいんだけれども、なかなかね、構造的な困難さがあったりして、裸の王様になりがちだったりしますね。だからならないように、こうね、 YouTuber の会だったり、僕だったらね、なんか開業医の会とか、いろんな人に目をね、見てもらいながらこう調整して、裸の王様にならないように頑張っているということですね。はい、ということで、今回は、精神科医は裸の王様かというテーマでお話しました。以上でこの動画あります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。